6月20日1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて365円64銭高い 15,965 円30銭で終えています。上昇率 2.3% でした。トピックスも先週末に比べて 28.36 ポイント上昇し 1279.19 で終えています。こちらも 2.2% 高でした。新興市場も堅調でありまして、日経ジャスダック平均が 1.4% 高、マザーズ指数が 3.3% 高と、東京市場は全ての指数がプラスで終えました。日経平均株価のチャートをご覧いただきたいと思います。冷やしチャートであります。先週このように軟調な動きでありましたが、今週、続伸ということで、今日はこのようにリバウンドの芽が出始めたというような水準であります。日経平均ただぐいぐいと買い上がるということにはなりませんでした。今日の高いところで6000飛び35円と6000台がありましたけども、結局終値ベースでは買い上がれずに5965円と6000円回復手前で足踏みというのが今日のレンジであります。テクニカルチャートで見ていきますと、こちらまず一目均衡表で見ていきます。日経平均先週の大幅安でいわゆる三役逆転陰転という売りトレンドが発生していますが、今日もその売りトレンドは解消しきれていません。まずローソク足がこの抵抗体雲の下にあり、この紫色の転換線が赤い線基準線を下抜いたままであります。そしてこの地高スパン26日前のこのローソク足の実体線よりも下にあるということで、三役逆転の状態はまだ続いています。合わせてボリンジャーバンドでも見ておきましょう。ボリンジャーバンドでも節目回復は今日の段階ではなりませんでした。ボリンジャーバンド、こちらは25日移動平均線のボリンジャーバンドでありますけども、今日はこの小さな上髭のある陽線であります。マイナス2シグマからは脱しまして、マイナス2シグマとマイナス1シグマの間に今日は位置しています。マイナス1シグマから25日線までの間の北高に入るということはできませんでした。こちらもマイナス1シグマ手前で足踏みというのがテクニカルチャート上の今日の水準動きであります。それではこうした相場の中で買われている銘柄、売られている銘柄をご紹介していきましょう。今日は東京市場大型株のほとんどがリバウンド基調となりました。材料で買われているところをご紹介します。7717の V テクノロジーであります。こちらは液晶ですとか半導体関連の機械を作っている会社でありますけども、こちら今日はストップ高の比例配分ですね、ストップ高会計配のまま終えまして、ストップ高比例配分で終えています。今日は1500円高 17.4% 高と急騰しました。株価の方1万飛び80円と再び1万円台に乗っけてきました。こちら韓国のサムスン電子の増産の話が出ていました。週末の日経新聞で韓国のサムスンが今年8兆ウォン7200億円を投じて有機 EL パネルの増産をすると報じられています。こうしたことから液晶ですとか有機 EL 半導体製造装置関連などの銘柄が今日一斉に動員づきました。この V テクノロジーはストップ高比例配分で終えましたけども、 YAC ですとか日清電機、住友化学、保土ヶ谷化学工業といったところが買われていました。一方逆に売られた方の銘柄であります。こちらは東証一部では7936アシックスが下落率の上位でありました。今日の下落率は 8.7%、相場全体がリバウンド基調の中でかなり大きな下げ、逆行安となりました。この窓を開けて売られているというのが今日の冷やしチャート、今日の水準であります。アシックスについては業績予想の下方修正を発表しています。12月期決算企業でありますが、12月通期の純利益計画を従来予想185億円としていましたが、こちらを135億円に下方修正しています。円高による為替差損などが発生するということです。このあたりが売り材料にされたようで、商い伴ってのこのような大幅安となりました。以上、東証アローズよりお伝えしました。